エクロジャイトエクロジャイトは、高温高圧化でできた変成岩。赤色のザクロ石と緑色の軌石を主成分と、するため、粒気岩とも言う。観覧岩に伴って酸する。化学組成は、玄武岩とほぼ同一であり、玄武岩質の海底プレートが沈み込み、高圧により変成して生成したものと言われる。また、近く深部でも生成すると言われるが、 比較的低圧で生成したものは、鉄板ザクロ石 FE3AL23 成分に富み、より深部の高圧で生成したものは、九ザクロ石 MG3AL23 成分に富むとされる。上部マントルは、予測される化学組成、密度及び地震波の電波速度などのデータから、これらの条件を満たす岩石は限定され、観覧岩及びエクロジャイトなどからできていると、予測されている。 比較的産出は稀であり、主な産地はノルウェーなどで、日本では愛媛県の東赤石山付近で少量を産出する。ありがとうございます。